えー、こんにちは、ソッカー塾のです今回はね、衆院選をちょっと振り返ってみたいと思いますけども、やっぱりね、圧倒的な前線をしたのはレア新選組一つだったんじゃないかなと私は思ってますね。えー、まあ自民党、公明党、まあ公明党はちょっとね、しょうもなかったですね、やっぱりね。公明党は何ですかね、議席が全然増やさなくていいのかなと思っちゃいましたけども、まあちょっと存在感ないのと、自民党ありきの公明党かなと。 いいうところが大きいですね公明党さんはなんか、結局政権としてなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。公明党党としてね。あの、あれじゃないですかね。結構、うーん、非課税っていう部分もありましてね。あの、創価学会に関しましては。うん、これはちょっとまたグレーなところがかなり残ってるかなと思いますんで、まあ、これは公明党は公明党で追及するような動画をね、別で作っていきたいと思いますけども、まあ、そこは置いといて、今回、 えー、衆院選で圧倒的にわがままに有利な戦いをしたのが立憲民主党ですよね。あの要するに野党共闘とか言いながらね立憲民主党が圧倒的に有利な状態ばかりを他の野党に強いてきたっていうのがその現実だったと思うんですよ。でれいわ新選組なんてのはね候補者を4割もお下ろしたわけですからね共闘のために。んで令和新選組 山本太郎さんはもういろんな選挙区に行って他党の応援をしまくってましたよねでもじゃあ立憲民主党の党首とか党員が令和新選組なり他の共産党の応援したかっていうとちょっとそれは聞かないですよね、まあ、その中でね立憲民主党が最も有利だったはずなのに最も議席を落としているというね、えー、枝野さんね当然ですけどもまあ辞任されましたけどもこれから 立憲民主党はその、党の存続もちょっとね、危ぶまれてるというか疑問視されてるところがあると思いますよ、これは。で、令和新選組なんですけども、いや、やっぱりね、この野党が全滅の中で、唯一と言ってもいいぐらい躍進をしたのがレア新選組。特に、3人のね、国会議員を生み出して合計5人になったのはでかい。NHK の党首討論にもこれから必ず呼ばれると思いますし、 すでにですね、山本太郎さんの露出のパーセンテージがかなり増えましたね。10月末から、11月の今日3日ですけども。これは今後もね、山本太郎さんがいろんなところで取り上げられることは間違いないかなと思っておりますし、インターネットメディアの方も山本太郎さんと組みたくなってくるんですよね。これからは特に。で、令和新世組は市民団体なんで、どことの癒着もないわけですよ。うん。だからどんなしがらみもないです。で、今回、 野党共闘によって最もね信頼を失ったのが共産党と立憲民主党が組んだことによっていわゆる立憲民主党の評伝である連合がものすごく離れていってしまったってことだと思うんですよもちろん連合のね組織をなんてそんなにたくさんあると思いませんけどもそれでもね議席をここまで100議席を切るところまで落とした立憲民主党のあのやっぱり罪は深いんじゃないかなと思いますよね で、それによって共闘した他の野党にかなりね、ストレスをこう押し付けてるわけですから。それでいて、立憲民主党がこの惨敗ということでね、もうどうしようもないわけですよ。で、同時にですね、立憲民主党が軸になったことによって、野党全体の信頼を失っているということもあります。以前、政権交代をして民主党が政権を取った時に、多くの方が失望しました。民主党に対しての失望ならまだしも、 政治全体に対しての質問だったわけですよ当時投票率は70%あったわけですからねでも今は55%ということでこれはね民主党をはじめとする現在の立憲民主党が政治に対して不信をね大きく植え付けてしまったことともうだったらしょうがない自民党しかないよねっていうふうな自民党一強を盛り込んだことでもあるそれも込みで民主党立憲民主党罪が深いと思いますね。 その中で野党がね、もうどうしようもないと、野党はどうしようもないところばっかりだっていう中で、唯一立憲民主、あの、レア新選組だけが期待をされていたっていう、この現実はでかいと思います。うん。ですので私は、レア新選組、そしてそれにね、続いて、えー、の、え、立花隆さんの N 国党ですよ。ここはね、本当に、与党になる勢いでこれからね、大きな力をつけていくのと、立花隆さんの柔軟性と発想ですよね。立花隆さんは、あの、 ワンイシュ NHK から国民を守るということに対してスクランブル化っていうのをね党の公約として一つ設けてるあと党員が何をしようと自由そして諸派ご党構想によって矛盾が生じない限りさまざまな思想を取り入れていくっていうところってねこれ自民党に近い組織の作り方だと思うんですよですんで自民党とも親和性が高いですしおそらく令和新選組以上にこの N 国党っていうのは 自民党が組みたいパーートナーになるでしょうねどちらかというとれいわ新選組は自民党に対立してる組織なんであの住み分きがしやすいんですよただ N 国党っていうのは自民党とも親和性があるし何だったられいわ新選組とも組めるところがあるしなぜなら政策が一つだからなんですよ、ね、ですんで、えー、N 国党が躍進していく中では他党との協力は必ず必要ってところがポイントですよね レ和新選組はおそらく独自でやっていく予算をこれからも貫いていくんだと思いますけども、少なくとも自民党の機民政治とは組まないというね、宣言でスタートしてますから、それもそのままいくでしょう。N 区党に関しましては自民党と組むことも厭わないし、例えば日本第一党と組むことも厭わないし、まああのあ、チャンネル桜さんともね、組めると思いますしね、どことも柔軟にやっていける、そんなね、組織だと思います。うん。だからこれから、 10年先とか20年先とかね、30年先以降を考えるなら、N 国党が、あの、その中央にドンと、椅子勢をつくんじゃないかなと思いますし、レア新選組は、野党をね、共闘するための中心核として据えるなら、ものすごくその力を発揮すると思いますよね。今回も分かったと思いますけども、これだけ逆風の中で、山本太郎さんが、いろんな選挙区を回ってね、あの、他の候補者、レア新選組以外の候補者の応援に回ってるわけですよ。 これができるのがすごいですよね。その上で、唯一議席を伸ばした野党であるってこともでかいです、うん。いや、すごいなと思いますよね。というところで、あのー、9つある国政政党の組織図がこれからぐんぐん変わっていくと思いますので、来年に控えている参院選もむちゃくちゃ楽しみですよ。レア新選組の躍進と、それから、 N 国党がね、議席を増やすこと、この2つを私はね、大きく予想しております以上です。